皆さん、そして買い物途中の皆さん、こんにちは。こんにちは。私たちは立憲民主党佐賀県連の宣伝部隊でございます。今日は街頭からではありますけれども、佐賀県連代表の原口和弘衆議院議員から国政報告を行いたいというふうに思います。今東京オリンピックで熱戦が繰り広げられている、その一方で新型コロナ感染拡大が急速に広まっています。コロナと戦い続けている患者の皆さん、そしてその患者の命を救うために1年半以上にわたって医療現場で戦い続けている医師や看護師の皆さん、その人たちの思いは、政府の対策についてどんな思いを巡らしているのでしょうか。昨夜の会見も全く心に響きませんでした。私たちは暮らしと命を守るための政策を、暮らしと命を守るための政権を今こそ実現しなくてはならないというふうに考えております。それではまず最初に立憲民主党野中康弘佐賀市議会議員よりご報告をいたします。よろしくお願いいたします。こんにちは。佐賀市民の皆さん、県民の皆さん、私はご紹介をいただきました立憲民主党佐賀市議会議員の野中康弘と申します。土曜日の昼のひとときに大変お騒がせをいたしますけれども、しばらくの間お目にお借りをしたいというふうに思います。よろしくお願いをいたします。ただいま、市会の徳光県議の方からご案内ありましたように、新型コロナの感染拡大が今になってまたもや、爆発をしてくるというふうな状況に残念ながらなってしまいました。東京都においては3000人を超す、また全国に至っては1万人を超すというような状況にございます。佐賀においてもこの間1日には全員あるいは数人というふうな状況もございましたが、ここ数日には20人台というような人数が、感染者の方がですね、増えてくるというような状況にもなっています。これまでの数字を見てみますと、やはり東京都を中心に首都圏での拡大、そして地方の大都市への拡大、特に九州においては福岡で拡大があったら、その次がやはり隣県である三県に広がってくるというような状況がこの間数字として現れています。こういったことを考えますと、私たち佐賀県、また佐賀市内においてもですね、やはり、これまであったように3密を避ける、あるいは手洗い消毒、そして大勢での会食を避ける、そういったことを改めて決定をしていく必要があるのではないかというふうに思います。今また猛暑の夏になっています。夏休み、そしてこれからお盆も含めて出る機会も多いだろうというふうに思います。ぜひくれぐれもですね、皆さん熱中症も含めてコロナ対策、健康には十分重要していただきたいというふうに思います。それから先ほども市会の方からもありましたように、昨日政府の方では緊急事態宣言の継続や拡大、あるいはまん延防止等重点措置のですね、福岡を含めた発令というものがありまして、また夜には菅総理大臣の会見もあったところであります。まともやというふうに思われた方も多いだろうというふうに思います。またか、そしていつまで続くのかというようなこと、そういったことを思われた方も大変多いだろうというふうに思います。そういった中でも菅総理の会見、あるいは答弁というものは本当に意欲、あるいは熱意、またそれから、危機感、そういったものが一切感じられない、そういった
会見ではなかっただろうかということはおそらく皆さんもお感じだろうというふうに思っています。まさに、これまでも、質問されたことに答えない、あるいは取り繕う、つじつまを合わせる、そういった様子見をする、そういったことでこれまでの対策は全て後手後手に回ってきたのではないでしょうか。そういったことを考えるとやはり、これまでの菅政権のコロナ対策、まあ、これにつきましてはですね、若い人も含めてまた、まあ、国民の多くの方々が、まあ、信頼を得ていないというふうに言わざるを得ないだろうというふうに思ってます。頑張ります。ありがとうございます。言わざるを得ないだろうというふうに思っています。そういった意味では本当に、先ほど、先日の特別の会見でもありましたように危機的な危機感を共有をするということが本会長の方からもありましたけれども、これについてはですね、本当に政府あるいは菅政総理に対してですね、ものが言われているものだというふうに、感じているところでございます。このように国民の信頼を一切得ていない、菅政権、自公政権であります。何としてもですね、政権交代を勝ち取らなければならないというふうに思います。国民のための政治、そして国民の安心安全、命健康を守るための政治を取り戻さなければならないというふうに思います。立憲民主党、県内においてもですね、党員が拡大をしながら力をつけてきています。県内においてはもちろん原口和弘代議士、奥津博士代議士を中心にしながら県民の皆さんに寄り添った県民のための、そしてまた国政につなげる政治、これをですね、この番組を取り組んでまいりましたし、しっかりとこれからも取り組んでまいりたいというふうに思います。佐賀市政においてもですね、10月には市長選、市議選が予定をされているところであります。残念ながら私、立候補を予定はしておりませんけれども、立憲民主党からは、松永立憲名、それから山田誠一郎、そして菊面和也、3人の現職を公認をしながら精一杯取り組んでまいりたいというふうに思っています。市長選についてはですね、5人ほど予定がされているようですけれども、これからやはりですね、推薦願いが出されたり、あるいはマニフェスト、政治方針、まあ、そういったものが今後明らかになってくるだろうというふうに思います。まあ、そういったところをですね、しっかりと佐賀県民のために、佐賀市政のためになる方法をですね、ぜひ、応援をしながら取り組んでまいりたいというふうに、私の方から申し上げまして、前段のですね、原口大臣の前段のお話とさせていただきます。立憲民主党佐賀市議会議員の野中康弘でございました。ご清聴誠にありがとうございました。ただいまのお伝えは立憲民主党野中康弘市会議員でした。それでは原口和弘衆議院議員より街頭からではありますが国政報告を行いたいと思います。よろしくご清聴お願いいたします。皆さんこんにちは。立憲民主党の副代表を務めています衆議院議員の原口和弘です。今日は佐賀県連の徳光清高県議、野中康弘市議ともども皆様にご報告、国政県政市政の報告に上がりました。皆さん、この30年間で日本は世界最低の成長だということをご存知でしょうか。緊縮と増税、消費税、これでボロボロにされてるんです。格差が広がり、そして国民が貧困になってる。経済成長がマイナス7っていう、そんな国は世界どこ探しても日本しかないんです。なぜですか。古い依存と分配の政治、昨日は安倍晋三さんが総理主催の桜を見る際、この検察が起訴とした、この起訴不当というジャッジが出ました。検察審査会から出ました。国会で134回も嘘の答弁をする、総理大臣が嘘の答弁をする、そして国民には増税を重税を押し付けてくる、これが日本の
今の現状なんです。皆さんの賃金は本来であればこの四半世紀で倍以上になってなければいけなかった。年金もそうです。なぜこんだけ落ちてるか、それはデフレスパイラルというもの、これは単に物価が下がるというんじゃないんです。経済を風船だとすると、その風船に増税と緊縮という針で穴を開けて、どん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 厳しくしているというのが今の現状です。2つだけ例を申し上げますね。消費税の仕組みについて、私は総務大臣の時に政府税調会長代行、つまり政府税調のトップです。その立場から皆さんに説いてきます。消費税はまず第一、雇用を破壊する税であるということ。これは付加価値税です。付加価値税で雇用を、正規の雇用を雇えば雇うほど不利になるというのがこの消費税です。皆さんご存知だったでしょうか。これは仕入額控除というものがございまして、仕入額控除というのは何かというと、正規の職員さんを、かわいいね、少しね、小さい声で言いますね、ありがとうございます。正規の職員さんを雇えば、その分税金が高くなるという仕組みなんです。外注、ごめんね、何かね、外注をすれば、その分ですね、税金が安くなる。だから、派遣会社のための税制みたいなものが、この消費税なんです。私ね、労働組合の皆さんにもこれを知ってほしいんです。なんとなれば、民主党の時に、私たちも間違えたからです。社会保障を税でもって支えれば、みんなが安心だから、暮らしが良くなると思ったんです。ところが、消費税の中には、今申し上げた雇用を破壊してしまう。雇用だけじゃない。徳光さんも野上さんも教育にすごく力を入れている議員ですけども、私たちの教育投資、これも減らすものです。そして、これは形を変えた外勤標準課税です。外勤標準課税、お分かりになりますか？今日は例の話をしているので、少し難しいなと思われるかも分かりませんが、お付き合いください。外勤標準課税というのは、企業にかける税で、企業が経営をしているだけでいろんな社会に負荷を与えますね。ゴミが出ます。エネルギーが要ります。だから、企業の規模に応じて税を払ってくださいというものがこれです。だけど、外勤標準課税は、中小法人にはかからないことになっています。なぜかといえば、中小法人は単税力と言いますけども、税金を払うその力が弱い。そして労働分配率って言うんですけども、中小法人はその多くの経費が労働者、働く人たちの給料で成り立っているからです。ところがこの消費税はまさに事業者にとっては外勤標準課税なんです。つまり売上が上がろうが上がる前か、利益が上がろうが上がる前が払わなきゃいけない税、これが消費税なんです。皆さん、佐賀県の中小企業の皆さん、それを推進する人を支持しちゃダメですよ。労働者の皆さん、労働組合の皆さん、雇用を破壊する税を支持しちゃダメですよ。このことを皆さんに申し上げたいんです。そして今菅内閣はこのコロナ対策についても立ちすくんでます。なぜだか分かりますか？本来だったら雇用調整助成金ももっと出さなきゃいけない。本来だったら皆さんに、アメリカも何回配りました？4回配ってるんですよ、15万円。日本はもう去年の4月に10万円こっきり配ったきりで、あとは知らんぷりでしょ。これなんでだと思います？緊縮と増税で国の借金が雪だるま式に増えていて、もうこれ以上払ったら自分たちが破綻すると思ってる。違うんですよ。皆さん、国債についても私皆さんにお伝えします。国債、例えばアメリカドルは皆さん何色かご存知ですね。緑色です。アメリカ国債はこの利付きのドルなんです。
利付きのドル、つまり持ってるだけで金利が生まれるっていうのがアメリカ国債なんです。これを今の MLT では黄色いドルっていうふうに言います。じゃあ日本国債は何か、日本の円は何色ですか、あれ 何色かなちょっと何色って言いにくいけども、で国債は何かというと国民が持っている利付きの円なんです。お金を1000円持ってるだけじゃ皆さん利息つきませんよね。銀行に預けたって 0.001% でしょ。ところが国債を持っていればそれだけの利息がつくわけです。つまり国の借金っていうから分かりにくいんで、これは国民の財産なんです。ところが今の菅政権はこの間の骨太方針で2025年プライマリーバランスゼロっていうことを訴えます。それは何かっていうと国民から財産を取りますよということなんです。皆さん今やんなきゃいけないのは国民を救うことでしょ。今私の大学病院はもう ICU にコロナ患者以外を受け入れない昨日発表しました。1万人を超える人たちが自宅放置されています。私の親友は昨年の12月に突然亡くなりました。立憲民主党の畑雄一郎君です。4日前まで元気だった畑雄一郎君はPCR 検査を受けることができずに、その検査を受けに行く途中に亡くなったんです。また雄一郎解消し、PCR 検査をすれば医療が崩壊するとか言ってるむちゃくちゃな人たちが1年半もいるんです。PCR 検査は例えて言うとレーダーなんです。レーダーがなくて、どこにウイルスがいるか分かんないでしょ。日本はお金を削ってみんなが自費で PCR 検査、そうじゃなきゃ濃厚接触者と言われて陽性検査と言いますが、東京都1300万人いて今陽性検査1万人ないんですよ。レーダーが少なきゃないんですよ。検査を増やせと昨日国会でニュースにもなってますね。私の質問がやりましたけど、あそこは本当は総理大臣が出てくるところです。総理大臣は逃げ回っています。五輪でね、みんなが興奮してその勢いでお酒とか飲まないでくださいって言う前に五輪のせいにするなって私言いたいですね。五輪が感染を拡大させてるわけじゃなくて、政府のこの危機感の中、これこそ国会をですね、これだけの危機の時に閉じてるわけですよ。国会議員は私昨日国会で質問をしましたけど、どうですか、自分の就職活動、地盤調整活動に勤しんで国会を開かないんだったら国会議員に立候補するのをやめたらどうですか。そんなに国会が嫌なんだったら総理は国会で説明をしてこそ国民に届くんです。いやいや閉会中審査をやってるでしょっていう人がいる。昨日のもですね、閉会中審査なんですよ。議員運営委員会というので私が質問をしたわけです。ところが閉会中審査では皆さんに届けられないものがあります。例えば私が今日朝まで生テレビに出ている中島達人議員と一緒にやっているイベルメクチン、イベルメクチンという日本初の治療薬を今厚労省は使うことは認めてます。だけどこれには保険、つまり何かあった時の保証がないですから、医療がそれを十分に使えない、使おうと思っても供給が限られてるから皆さんに届かない。自宅放置の患者さんにイベルメクチンを配ってくれ、そういう人たちに重症化するのを止める、ウイルスがコピーをするのを止める、その薬を配ってくれっていっぱい希望が来ます。でもこの法律は国会が開いてないと通らない。当たり前です。法律は国会で議決されて実行できるんです。他にもあります。この予算。予算は国会で議決しないとダメです。アメリカは800兆ものコロナ予算を使ってますよ。日本はどうですか？プラスの70兆でしょ？
かもその70兆のうち30兆は使い残してる。でその中の多くは GoTo とかコロナとは関係のない予算で使えないものばっかじゃないですか。変えましょうよ。暮らしと命、何よりも命を守るために今の政治を変えなきゃいけない。今野中さんがお話をしましたけども、一番危機感がないのは国会を召集に憲法53条の両院のいずれかの4分の1があれば国会を召集を要求することができる。内閣はこの召集要求が出ればそれを応じなければならないというこの憲法を踏みにじっている内閣ですよ。五輪だってそうですよ。あれほどやめてくれと、だいたい2年延長って言ってたんです。なんかアスリートが活躍すると自分らの手柄のように言ってますが、あれは自民党さんの菅政権の手柄じゃないですよ。あの方々が一生懸命やってるんです。アスリートが今どんな状況なのか、選手村がどんな状況なのか、5人に1人しかトイレがない、そして濃厚接触者と相手チームが公表したから、この間南アフリカのチームは分かったけども、濃厚接触者が誰かも教えてもらえない。濃厚接触者もあのオリンピックに出ることが条件付きですけど、できるんですよ。でアスリートはどうかというと、それを拒否したら、それを拒否した方が試合負けなんですよ。そんな非人道的なことがありますか。この五輪でですね、菅政権、自民党政権の人権無視、平和の心無視の差別的な発言がいっぱい世界に流れました。私のヨーロッパの友人から、日本がここまでひどいと思わなかったつらいっていうのが来ています。皆さん変えましょう。命と暮らしを守るために変えましょう。最後にオスプレイについて言います。これは安全保障とは全く関係ありません。佐賀県の自衛隊基地が突入されたあの時、どんな時だったか覚えておられますか。私はその後県病院に入院して視線をさまよいましたが、よく覚えてます。あの時は沖縄の推薦があったんです。普天間飛行場のオスプレイ基地、それを推進する基地が負けそうだった。だから佐賀空港オスプレイ基地を米軍とともに移転する、これが佐賀空港オスプレイ基地ですよ。オスプレイは安全保障と全く関係ありません。昨日日本船籍のタンカーが襲われて、そして2人の方が亡くなりました。心からお悔やみを申し上げますが、これ何の攻撃だと思います。ドローンの攻撃ですよ。一機220億円ドローンの攻撃だと言われています。まだ確定してない。だけど一機220億円もするこの大型ドローンのようなオスプレイ、これいりますか。ドローンで攻撃されたらすぐ落っこっちゃうでしょ。220億もして、いや災害の時にね、吊り下げるのに大事だって、吊り下がらんて、絶対吊り下がらんて。だって下に600度の噴射してんですよ。下にぶら下がったらどうなります。焼け込みになるでしょ。ぶら下がりたい人いますか。私が一番許せんのは、佐賀県は南部長県がオスプレイ基地ぐらいで国に貢献したらよかやったって言った人間がいることです。それ国会議員ですよ。ふざけんなって、佐賀県をバカにすんなって。海外保守、戦争屋の手先、ポーリンミリタリーセールスって言うんですけども、有償軍事援助っていうのを今日本政府は7000億も買ってます。7000億ですよ。7000億買っていて、そして装備品が来てないんですよ。金出したら普通来るでしょう。私は兵器がいらんと思うけども、それでも金の分ぐらいは持ってこいよと普通思うじゃないですか。つまりこれは日本に戦争屋がまさに押し付けてるキャッシュディスペンサーなんです。佐賀市長の話も野中さんからお話がありました。私は県連の代表として命と暮らしを守る候補を推薦したいと思っています。市民の力、市民の
さまざまな良きものを導き出す、そして私たち立憲民主党と一緒に歩いていける、そういう人を選びたいと思っています。今4人の方から推薦願いが出ています。確か5人、立候補の意思をお示しになっていると思いますが、1人からは来ていません、まあ、その方は私たちとは一緒にやらないということなんだと思います、まあ、それはそれで結構です。だけどこの古い依存と分配の政治、佐賀県もお金でですね逮捕された。ありがとうございます。じゃあありがとうございます。そういう議員が出ました。私たちはそういう古い体質を変えなきゃいけないと思っています。命と暮らしを守るために今の政治をぜひ変えていこうではありませんか。皆様に心からお伝えをさせていただいてありがとうございます。頑張ります。皆様へのこの街頭からのお伝えに返させていただきます。福光清隆県議、世の中安井の市議ともどもどうぞ立憲民主党佐賀県連、佐賀県連は日本で一番人口10万人あたりの党員サポーターが多いところです。日本で唯一小選挙区を独占している県でもあります。だけどだからこそ潰しに来るんですよ。古い政治に絶対に負けない、私たちは絶対に諦めない。日本をしっかりとこの安心そして平和の日本を皆さんと一緒に佐賀県から作っていく、そのことをお誓い申し上げ街頭からのお伝えとさせていただきます。本当にたくさんの皆さんがお手を挙げていただいて、またお聞きいただいてありがとうございます。頑張っていきます。ありがとうございます。ただいまのお伝えは立憲民主党県連代表原口和弘衆議院議員でした。10月には必ず総選挙があります。今度こそ立憲民主党が議席を伸ばし政権交代を実現しなくてはならないと強く決意をしています。佐賀県第1区では原口和弘、そして第2区では大西博士、皆さん方のご支援を心からお願いをいたしまして街頭からのお伝えを終わらせていただきます。周辺の皆さん大変お騒がせをいたしました。ご清聴誠にありがとうございました。